リビナは日産自動車が製造、販売する海外向けのコンパクトカーである。日産、リビナは日産の世界戦略車種であり、同じく世界戦略車のリビナジェニスがベースである。2007年4月に中国市場から投入を開始した。生産は東風技社有限工資加藤工場及び広高日産機車産技工場、開発及びデザインを担当したのは、 神奈川県厚木市の日産テクニカルセンター。二代目は三菱自動車工業からの OEM となり、生産はインドネシアにある三菱モータースクラマユダインドネシアで行われる。プラットフォームは日産 B プラットフォームを採用し、全長はジェニスより 245mm、短い 4175mm でエンジンは直列4気筒1.6リットルと1.5リットルを搭載。 2009年1月にブラジルサンジョゼドスピニアイス氏、ルノーイコール日産アライアンス工場でのフレックスフューエル車の生産が開始された。なお、このモデルは日産自動車としては初めてのフレックスフューエル車でブラジルの工場で生産されるモデルはすべてフレックスフューエル車となる。また、エンジンは1.6リットル K4M エンジンと1.8リットル MR エンジンが搭載される。 リビナをベースとしたスポーツタイプモデルで内装は黒を基調としている。またトランスミッションは4速 AT と5速 MT が設定されている。2008年5月7日にはインドネシア市場にリビナギアの名前で投入された。2019年2月19日、インドネシアにて日産モーターインドネシアが新型リビナを発表。 ルノーイコール日産イコール三菱アライアンスの利点を活かし三菱エクスパンダーの OEM に切り替わった。社名こそリビナだが三列シート車両ゆえリビナジェニスの後継的役割も兼ねる。フロントマスクはベースのエクスパンダーから大幅に変更され日産のデザインアイコンである V モーションを取り入れた先鋭的なものとなっている。また、 リアゲートもエクスパンダーとは異なる専用形状に変更されている。メカニズムはエクスパンダーのものがそのまま流用され、1.5リットルの三菱製ガソリンエンジンに5速、MT もしくは4速 AT との組み合わせとなる。ありがとうございます。